ことを楽しむのが音楽だとするならば、ただ音楽ってのは本当に好きでいたいんだよね。じゃーん。いいっすね。おいおめにおいで、今の若大将に歌ってもらっちゃったりして、そんな菅野さんが言われたらもういやいや襲名してもいいですか。いやザ・ワード情熱の創造者たち。この番組はエーザイと御覧のスポンサーの提供でお送りします。